はい、こんにちは。太陽とシスコムーンです。今日はですね、よくペットショップ行くんですけども、そこでいつもひよことかマウスとか冷凍の買うんですけど、初めて買った餌がありまして、こちらになります。わかりますかね。まだ一匹も使ってないんですよ、これ。そうなんですよ、ドゼウですね。ペット用ですよ、これ。ね。まあ、卵閉じてね、なんか、よく居酒屋とかにもあるとこはありますけどね。まあ、俺は食わないですよ、これ。ってことで、使ってないままずっと冷凍庫に入っちゃってるとあれなんで、使っていきたいと思います。で、早速、初ドゼウですね。カエル何匹かに与えていこうと思うんで、とりあえずまず解凍します。はい、どうですかこれ。ね、ドゼウですね。解凍しました。ちょっと適当にパッて取ったんで、1,2,3,4,5,6,7,8匹かな。これをちょっとね、カエルちゃんにあげていこうと思いますんで、じゃあ早速アフリカウシガエルから、ちっちゃいねアフリカウシガエルですけど、あげてみます。ちょっとこのアフリカウシガエルはね、まだ5センチぐらいです。ちっちゃいんでね。あんまり大きいのあげられないんですけど。食べるか。ドゼウ臭くてダメか？食べに、お、噛んでくれ。お、噛んだ。食べた。ドゼウ食べた。ドゼウ食べてる。食べるね。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと食いづらいですよね、長いからね。初めてちょっとドゼウ食ってるんですけどね、どうかな。まずきゃ吐き出しますからね。一応餌だって思ってるんでしょうね、これね。いいね。よしよし、いいぞ。確かに飲み込みづらいのかな、長いから。もったいないから吐くなよお前それ。はい、じゃあ次、クランウェルツノガエル持ってきますね。10センチはないかな。どうだろう、10センチ近くなったな。じゃあちょっとドゼウあげますね。ちょっと怖えなこいつ。食わないかも。あれ食うか。あ、ドゼウ食わない。ドゼウ食わない。臭いのかな。ドゼウどう。ドゼウ、ほら、ドゼウだよこれ。あれダメですね。諦めましょう。ちょっと違うやつにあげよう。よし。はい、こんにちは。次こそは食べてほしいですね。ドゼウが残っちゃいますよこれ。まあ、残んないですね。巨大なアフリカウシガエルがいるんで、オスが。残ったら全部アフリカウシガエルにあげちゃいますけど。食ったことねえからあれなのかな。はい。あれ？ドゼウいらない？ドゼウ。もう。くせえか？ドゼウ。ん？はい。食べないドゼウ。逃げた。はい。ベルツノガエルもダメでした。はい、次。はい。もうラストですね。多分食わないですね、こいつ食わなきゃ。だって、アフウシは食べたけど、ね、その後食わない食わないと来てますからね。
なんか匂い感じてんのかな。どうせ逃げちゃってるしね。ちょっとこれもさっきのあの黄色いやつと一緒ですね。クランウェルツノガエルですね。もうダメだね。なんかそう。もう顔つぶれんぞお前。怖いよ。元気が良すぎて。怖い。ゴツゴツ言ってる。お。あ食べた。そんな端っこで食わなくても。早っ。食べましたね。すげえ。もうないか。もう一匹ぐらいどうか。ビギリ十分。食べ。うわすごい。食べた。うわ飲んでる。すごい。もう一匹食う。こいつに全部。ちょっと待ってね。どう？三匹。さすがにいるね。うわすげえ。すごい食べてる。なんでそんなそっちで食べるの。見にくいんだよ。なんかすごいわ。食べた。あの2匹は何だったんだ。全然食わなかったもんね。もしかして4匹いけそう。3匹目まだ尻尾が出てんな。飲み込みますよ今、ね、お目目つぶってぐーっとこう飲み込むんですけど、まだお目目をつぶってない。あちょっとつぶったな。いけそうかな。じゃあどう言われる？いらない？3匹？もういらないって感じ。手でなんか邪魔されちゃうの。いらない4匹。食いそうっていうかいらないってこと？お、ああ食べた。4匹。もういいじゃん。もういいじゃんいいじゃん。こっち見てくんない？食べて。暴れた。すっごい凶暴なんだけどこいつ。いいじゃん、見やすいじゃん。4匹食べたら4でしょ。アフウシが1でしょ。で5で、やっぱ8匹だな。解凍したの。あと3匹いるもん。5匹。どう？5匹はいい。さすがに無理。お、5匹いった。あ、飛ばすなよ。飲んでねえよ。何やってんだよ。ほら、この口ら辺。どうですか。あ、じゃあこれはもう必殺日本食いとかにすればいいか。うん。5、6と。5、6。どう？さすがにもう無理かな。4匹食ったしな。初めてのドゼを出しな。これぐらいにしとこう。ってことで、まあ食うやつ食わないやついたんですけどね。まあこの残った3匹はね、ザリガニがいるんで、ザリガニにあげちゃいます。はい。ってことで、カエルに、全然使ってなくてね、どうしようか迷ってた、冷凍の土壌をあげました。はい、終わりになります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。だっしゃー。